アレハンドロ・アルファロは、スペインウェルバ県出身のサッカー選手。コルドバ CF 所属。ポジションは FW。セビージャ FC の下部組織出身。2005年にセビージャアトレティコに昇格してからはチームで、最も重要な選手の一人として活躍し、2006から07シーズン終了後には、セグンダ・ディビシオン昇格を果たした。 2006年4月30日のレアルソシエダ戦で10分間プレーしてトップチームデビューを果たし2007年1月28日のレバンテ UD 戦ではトップチーム昇格後初得点を決めた2006から07シーズンには UEFA カップでも4試合に出場したしかしセビージア FC では脇役的な存在に過ぎず2008年夏には CD テネリフェにレンタル移籍した。2008から09シーズンには、リーグ4位の20得点を上げて7シーズンぶりのプリメーラディビシオン昇格に貢献し、2009年夏には、一旦、セビージャ FC に復帰したが、再び CD、テネリフェにレンタル移籍した。2009から10シーズンは、ニノと並んで、再び CD テネリフェの攻撃の核となり、 7得点を挙げたが、シーズン終了後には、セグンダ・ディビシオンに降格した。2010年夏には、セビージャ FC に復帰した。2010から11シーズン序盤戦は、ヘッスナバスの欠場時に出場機会を得て、9月19日のマラガ CF 戦で1得点、11月4日の UEFA ヨーロッパリーグ FC カルパティリビュー戦で2得点、バレンシア CF 戦で1得点、 コパデルレイのレアルウニオン戦で一得点を決めた。2014年8月18日、ギリシャスーパーリーグのパナシナイコス FC へ加入することが発表されたが、3日後に破断。同月28日に、レアルバリアドリードと2年契約を結んだ。2016年7月1日、コルドバ CF へ移籍した。1981年生まれのアニフアンホセアルファロは、 FC バルセロナの下部組織出身のミッドフィールダーであり、セグンダーディビジオン B 以下のカテゴリーでプレーしている。1991年生まれの弟、ヘスス・アルファロは、セビージャ FC の下部組織出身のフォワードであり、何シーズンにもわたって、セビージャアトレティコでプレーした。ありがとうございます。